さあ、そして、言ったろ予防措置だって。おー、予防措置って聞いて富安叩いたやつ、マジで富安に失礼だからね。いや、俺、アルテタにも失礼だと思ってるから、俺。まあ、よかったですね。予防措置言うてんだから、予防措置なのよ。予防措置っつったら、もう、そういうこと。皆さん、わかる？予防措置っていう言葉はもう予防措置ですから、もう。さあ、そして、トーマスパーティーも復帰と、そして、ティンバーもアンダー21で素晴らしいゴールを決めてて、びっくりするだろう。この時期に、ワイラもう本当に怪我人いないんだぜ。ついにゼロ人を迎えた？まあ、ティンバーがまだな、まあその、まあまあまあ、でも。A チームには帯同してないからあれだけど、でも A チームをね、近いこと、うん。ね、帯同するだろうし、そう考えたらマジで怪我人ゼロじゃないですか。マジモンのゼロ。ほんまにいない。うん。ティンバーもね、いいゴール決めたし、うん、そして今日のイレブンはもう、グーナが一番見たかったイレブンらしいですね、どうやら。え、そうなの？うん。な、どこが？え、富安とトーマスがいます。あ、なるほどね。そう、TT 兄弟が、TT ブローが。TT ブロー、ダブル、マジシティ戦とかじゃない？どっちもいるの。え、でも奴ら別にスタメンじゃないしな。まあ、スタメンじゃなくても、あ、まあそうね、スタメンじゃなくても、なんか、そうそうそう。両立したの。一応、両立はしてる時はあるか。バイルン戦とかいたっけ、どっちも。バイルン戦いたよ。ただトーマス出てないでしょ。トーマス出てないか。うん。なるほどね。んで、まあ、アーセナルは、もう非常に万全である。万弱です。マジで。問題はチェルシー。チェルシーさんっすよ、マジで。コール・パルマーいないのやばいって。コール・パルマーいないし、ギュストもいないし、ついでにチルエルもいないからね。なぜ。なあ。もう、ソファスコアの怪我人リストが未だにもうずっと変わってない。この10人くらい全員。マジで、怪我人の方が強いからな。全然な。リュウさん320円すみません。トミスタメンなの嬉しいけど、予防措置って何やったんやろ。あと、パーマーいないのでかい。いやいや、もう、出たら怪我すると思ったからね。トミヤス。成長してんだから、トミヤスももう、うん。そうよ。そう。自分やれます、出してくださいとか、そういうやつじゃないで、もう。やっべ、俺怪我しそうだわ。アルテタ兄やん。いや、ついに悟り開いたな。そこの域出たら、もう、マルコ・ロイスの、イニエスタ晩年期の域を。これ以上やったらわかるっていう。そうそうそう。そこまで来たのはマジでもう本当に、これはもう拍手だよ。富安離脱1試合で済んだのは。アルテタと富安とメディカル班の成長を感じるわ、これ。ここ鬼門っすね。ああマジで。今日鬼門。今日鬼門っすよ。スパーズ戦いるかどうかわからないから。1試合1試合はちょっと、大事にしていきましょう、それは。もう。はい。あ、主審フーパーか。悪くないっすね。サイモン。さあ。さあ、行くぞーいや、朝4時にこの喉の強さよ、マジで。将軍の喉って言われてるから、俺。はい。早いよ。何がその、将軍とかいう言葉入れてくるの。早い早いよ。何分かやったらいいさあ、いい展開よ。さあ、デックリン、デックリン、デックリン。うん、揺さぶって。入ってるー！トロサール、お前、決めすぎじゃねえか、マジで。入ってるー。こういう、やばいな、マジで。ふりゃ入るやん。ミキーン、ミキプルーン。なんなんトロサールくんマジで。中井貴一郎出てきました。中井貴一郎どうぞ。あれ入るんだ。そしてライスの運び。ライスもなんかこんな感じのアシスト珍しい気がするわ。これで10ゴール目っすか。ここ落としてパーティー振って綺麗な形でございますが、オフはないっすか。まああるわけがないね。ないですよね。うん。いやーもうこれトロサールの両足で決めるの良さが出てんね。あらららららら。トロちゃま、最高じゃねえですか。パーティーもグッドだったね。いや、マジ結論派なんじゃないか、このメンバー。強いかこれ。強いぞ、マジでこれ。ラスト5戦全部これでやってくれ。ウルブス戦結構ね、先制点遠かっただけに、今日は。4分です。また、ドバイキャンプ明けど。そうよ。あの、キンキンの、サブからマルチゼズス使えっかな、こっち。チンチェンコも入れるよな、俺も。チンチェンコもいるからな、マジで。でもなかなかいいテンポ感で。そうですね。守備もしっかり。そんな別にこっちだと圧倒的持ってないもん。うん、握ってんのチェルシーだもんね。急に来たね。ポンポンポン。いや、いいですね、非常に。私、トロサール大好き。これじゃ何やってるんだ、みたいな。うわあ誰だ、ホワイト。ベンジャミン・ホワイトです。いやー、この2点目でかいね。あっさり。ホワイトは点決めんのよこいつは多いねこいつはよう決めんのよ G と A に絡むのよ普通に、まあでも、あそこでミドル打つと、まあ起きるよね、まあ、起きる起きるよね、
いや、オッケーオッケー、ベンジャミン、オッケーオッケー。ホワイト、これで4とかじゃない ?4 は嘘 ?3?4 どっち ?5 らしそう、なかなかに。うん。ベンジャミン、ホワイト、あれか、エンソがずっと、うん、サリバに下げられてたな。押されてて、ライン上げれなかったな。ホワイト3ゴール目か。でもアシストも。そう、アシストも4、5ぐらいしてない。うん。いやー、オッケーオッケー。確かに、ブライトンライン、トロサール&ベンホワイト。さあ、結構、すごく効率よく。ここの2点目がでかいね。52分。いいですね。うん、非常に。結構、ヒヤリハットなシーンが多かったところでございますけれども。うん。あとはもう、ミスさえなきゃ。いや、そこ通ったら天才よ。いいよ。派閥。派閥。あー、それ決めていく。いや、ウーで化け物や、そのパスは。派閥もよう粘った。いや、今のは化け物すぎる。それ通る？あれ通る？やばいって。へー。えぐ。あれ、すごいな。派閥、よう決めた。フルパフォよ。まあまあ、ホームだし、ホームだし。それはホームだし。いや、今のはよく決めたな、マジで。いや、うん、ピンポイントで、これよく決めたね。よく決めたね。うん。よく決めたわ、派閥。うん。ゾシャーっとなりながら。いやー、あのゴールはたまげだな。さあ、もう3対0。3対0、いいっすね。すごいな。得失点差稼ごうもん、これ。マジで。そっか、得失点もな。だって、シティが1分けでもしたら3チーム同じ化してんだからね。そうか。そうよ。だとしたら、アーセナルがね。そうなんですよ。だいぶ有利か。うん。え、ハワシじゃ時々シーズンは3200円、オレンジスーパーじゃございます。ありがとうございます。あなたのゴールが見たかった。累戦崩壊と。崩壊。いや、あのゴールよな、あの、ザ・センターフォワード。いや、確かにザ・センターフォワード。そう、ラインブレイクして、だって相手ディフェンダー背負いながらキーパー1対1制してたわけだから。確かに。いいなぁ。あれを、カイ・ハバーツが、やってくれるとでかいな。あと今日若干沼ってる中でな。ポンポンと。いや、これはね、もうわかる。こういうゴール見たく、なんか、ウーデのパス含めてあのゴール中でも取り消されてほしくなかった、俺は。確かに、ああいう、結構消されてるイメージあるからな。うん、そうよね。そんで、ウーデと、ウーデじゃない、トロとハバーツはこれで10ゴール取ったね、今日で。おー。2桁ゴール達成ですね。ハバーツも、初年度10ゴールはマジで悪くないでしょ。立派でしょ。思ってるよりも、なあ。全然、点取ってるわな。そうだ、暗躍してるって。うまっ！カイ・ハバーツ？これは元気なカイ・ハバーツ。これ元気なカイ・ハバーツだ。カイ・ハバーツ、あら！前半のお疲れハバーツはどこ行ったどうしまったんだ元気なハバーツが。もうストライカーやん。トラップからシュートまでが。11ゴール目です。リーグ戦。おいおいおい。おいおいおい。ちょ、ハット行くちょっと待って。チェルシー戦でやるのは。チェルシー戦でやるのはちょっと。うん。カイ・ハバーツ、どうした？こいつやっぱ天性のストライカー説。いや。C は間違ってなかったみたいな。いや、いいな、トラップから。いや、もう完璧っすね。打ちたいどこに。うん。いや、これ見事ですね。もう最高のコースですね、これ。うん。最高のコースですね。いや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 あれだな。伝わんねえと思うけど、セイリン対四千高校で、かがみがね、氷室と決別して活躍し始めたことあったんですよ。知らんねえ。それに似てます。伝わってるよ。いや、マジで。わかる人にはわかると思うのよ。もうお前を兄貴だとは思わねえ、つって。覚醒したかやったのよ。もうだからもう古巣だとは思わねえ、つって。なるほど。黒子のバスケのな。決別したのか、チェルシーとは。してくれよ。いや、わかるっしょ、これ。黒子のバスケ読んだらわかるんだよ、俺。まあ、ジャクソンは。お、トメス変わってる。あれ、誰だ？え？変わってる？俺。え？え？なんでメディカルと共に今。富安何やってんの？あ？え？鼻血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 な。お前ら同じポーズやめて、ちょっと。これやめて、二人で。二人で同じポーズ笑うわ。いや、鼻血はちょっと変えた方がいいんじゃないか。おううん、ハバシじゃ時々してるさ、8000円はい。ピンクスーパーでございます。ありがとうございます。精神崩壊。お前崩壊してどうするんだ、マジで。勇姿を見届けよ、ハバーツの。富は無事ですね。富無事ですね。うん。
うん。あ、完璧や。あーおー嘘だろそのまま入ってくのあら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 そのまま入ってくのあれダイレクトでふ、あるかホワイトハットトリック。ホワイトもハットトリックリーチよこれそのまま入っていくことあるの？絶対ホワイトもこんなんじゃないと思ったのこれ。あそこが狙うやつ一人ボーランでこんなダイレクトで。いやこれムドリクの前回のムドリクの分。これ以上大脱力でした。ルナキさん302です。あれ来シーズンこれ以上のスタメンで CL またバイエルンとやりたい。そうやな。確かにな。次やったら勝てるかもしれんしな。いやそうな。まあこのスタメンはまあ最後やな。ホワイト 9.3 いってんだけど。サイドバックで2ゴールはフォワード2ゴール以上に価値があるからな。あ、ここでジェズスとマルチネンリ入りますね。誰だ ?29。ハバーツお休み。ハバーツお疲れですね。いや、ハットトリックは見れず。はい、ただ、まあ言うても前半な。うん。ちょっとあれだったもんな。あれだったからな。うん。お疲れ様です。お疲れ様です。ヒコニアさん320スーパイト。ありがとうございます。あす。腕子にアシストがつきまくり。今日これで2足?2で足りてる本当に。2で足りてる？もっとやってる？キーパス7、ビッグチャンスカイト2やってるけどな、こいつ。あれ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 。おかしなことになっておりますがな。まあ、腕ゴール。うん。マオブザマッチという声もあるでしょう。腕揉む。いや、でもさすがトランドル、ハバーツなんかな。これわかんねえな、今日揉むな、これ。で、トミヤスも下げば、一気に下げるわ。お、マルチ、ジェズス、ジョルチ、チンチェンコ来たね。4枚替え。いや、そう、あっち。そうが、あっち、これ。一気に、4枚替えですか。まあ、さすがに。やっぱ、怪我しないとこうなるんだな。この最終局面で。ほんと好循環ですから、怪我しないとでこうやって。そうなんだよな。点差離せて。うん。またターンオーバーできてっていうね。あら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 。